さあ皆さん、超文読会の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、教育学部行ってみたいと思います。本日の長文の設問形式ですが、下線部説明と空襲補充問題ですね。一応10問あるんですが、これは全部いけそうでございますので、頑張っていきましょう。さあ皆さん、前半部分でございます。皆さん、一読をお願いしたいんですが、その後皆さん、空欄 A ですね。皆さん、説問紙こんな感じになっておりますので、これを皆さん考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、空欄 A でございますが、今皆さん見えているこの段落でですね、答えがもらえそうかと思います。で、皆さん、選択肢はこんな感じになっておりますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントですが、皆さん、もう出だしにオールディスって書いてくれてますからね。ですから、どの選択肢になるかまだわかりませんが、this information とまずつながりそうだということと、あと皆さん、all って書いてますからね。ですから、複数のイメージで考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、正解は C ですよね。皆さんも読み始めていただいてよくわかるかと思いますが、皆さん、インターネットは唯一の情報源ではないですよという話がありますよね。で、皆さん、もちろんインフォメーション、情報でつながっているのがまず一つと。で、皆さん、唯一じゃないですよということで、じゃあ他に何があるんですかっていうと、皆さん、この下線部引っ張ったところですね。複数の情報が入っております。ですから、この複数のお話がこのオールにつながっていきますので、間違いないかと思います。で、皆さん、ヒントとなっているのは、例えばこのあたりであれば、否定語から右側ですよね。そして一般動詞の右側、これもそうですね。一般動詞の右側ですね。もしくは前置詞の右側がヒントになっておりますので、やはり情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて下線部1番でございます。皆さん、こういう設問がついておりますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはソートですよね。皆さん、もうこの単語の意味が分かれば一瞬かと思います。ですから正解は A ですよね。皆さん、クラシファイ、分類するということでよろしかったかと思いますが、これですよね。そうとも分類するということですね。ですから単語の意味で一瞬です。さあ皆さん、続いて下線部2番でございます。皆さん、これもちょっと選択肢です。考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これもですね、単語の意味でいけそうですよね。まあ、選択肢 A が正解ともすでに書いているんですけども、皆さん、コンピート、競争するわけですよね。相反するということでございますので、コンフリクトにつながりますよね。で、例えば選択肢の B だったら、スラッシュ引きましたが、コンテストって書いてるかっていうと、書いてないし、例えばこれだったら、イーコーリー、平等、同じっていう話はないし。で、だったら、コンペティティブすぎるという to がダメですよね。で、E だったら、コンプリートネスということ。これ、皆さん、完璧とか完成ですからね。綴りが似ておりますが、皆さん、全く意味が違いますので、やはりダメということでよろしいかと思います。ですから、正解はやっぱり A ですよね。さあ皆さん、空欄 B でございますが、皆さん、その直後のこの一文でいけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。で、皆さん、ロジックとクリティカルシンキングが新しいものではないですよ。もう昔からありますよという話がございますので、まずそれで絞れそうですよね。で、皆さん、ロジック
クとクリティカルシンキングが両方揃っているのは皆さんこの D といいかと思います。で、皆さんどっちにしますかということなんですが、皆さん E はですね、 These stories という話があるんですね。多分これがヒントになっているかと思います。で、皆さんこの空欄 B の上手前の文章にですね、ストーリーズ、複数のストーリーズの話があったかというとなかったかと思いますので、 E はダメそうですよね。となってくると選択肢 D が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしたのはやはりここでございましたね。で、どこですかって言われたらやっぱり否定語から後ろですよね。情報構造バッチリです。さあ、皆さん続いて下線部3番でございます。皆さん選択肢これでございますので考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんおそらくヒントにしたのはこのハードリー否定とですね、ウィズアウト否定ですよね。否定と否定で二重否定ということでよろしいかと思います。これがおそらくヒントですよね。ですから皆さん、ロジックとクリティカルシンキングですね、それなしでは生きれませんよ、よろしい人生、うまい人生ってのはなかなか送れませんよね、というような選択肢が選べてるかと思います。ですから選択肢の B が正解ですよね。このロジックとクリティカルシンキングを使うことができなければ、人生ですね、うまくは送れませんよね、という話でよろしいかと思います。で、皆さん書いていないところにですね、ちょっとスラッシュ、まあダメだというところで、記してみましたので、これも参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、もちろんヒントにしたのはやっぱり否定語ですよね。やっぱり情報構造バチです。さあ、皆さん続いて下線部4番ですね。選択肢これでございますので考えていただけますか。で、皆さんこれもヒントは多分単語でよろしいかと思いますが、皆さんパスウェイドアザーズということで他人を説得するんですよね。で、どういうふうに説得するんですかっていうと、自分自身の考え方を共有してもらうようですね、説得するという話でございます。ですから、それでいけそうですよね。となってくると、皆さん選択肢の D が正解ですよね。Make others come to have the same opinions as you have ということで、自分が持っているものと同じ意見ですね。それを持ってもらうように、Make ということで、刺激の意味がしっかり出てますよね。ですから、D バッチです。皆さん他の選択肢でダメそうなところにちょっとスラッシュ入れておきましたので参考なさっていただけるとよろしいかと思います。それさ、先ほどの続きでございます。皆さん空欄 C ですね、これを考えていただくんですが、皆さん残りの選択肢はこの3つですからね、よろしくお願いいたします。で、皆さんヒントはおそらくこの辺りではないですかね。ナベル2ということで複数形ですよね。これで皆さんいけるかと思います。もちろん正解は E ですよね。この下線部引っ張ったところがヒントかと思います。で、 These stories ですからね、やっぱ These は直前を指していると、手前を指しているということでよろしいかと思いますし、複数形ですよね。このもナベルズも複数形でございますので、つながりが見て取れますよね。これでバッチリです。すみません、最終段落でございます。まずは下線部5番ですね。選択肢これでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。です。もちろんディセプティブですからね。人を騙すという表現でございます。ここで皆さん選択肢いけそうですね。ですから正解は E ですよね。In ways that make one believe what is not true ということで、本当じゃないものを信じさせるんですよね。ディセプティブとバッチリということでよろしいかと思います。で、もちろんダメそうなところですね、ちょっとチェックしておきましたので参考なさっていただけるとよろしいかと思います。皆さん続いて下線部6番ですね。選択肢これでございますのでよろしくお願いいたします。
で皆さん意味内容的にはですね、下線部6番の左側、この辺りからが分かりやすいかと思います。で皆さん、ピクチャーズ、写真は嘘をつかないですが、厳密にそれは本当ではありませんよというふうになっているということは、写真は多少は嘘をつくかもしれないということですね。ということは、本当の姿は映し出してくれないということでいけそうですよね。ですから正解は E ということでよろしいかと思います。 Mr. Pictures could fail to show us ということで、我々に示してくれませんということですね。で、それは What something was really like ということで、まあ本当の姿ですよね。ですからバッチリということでよろしいかと思います。で、試そうなところにですね、ちょっとスラッシュを入れて、×ですよということを示しておりますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ、最後でございます。空欄でに、この残った選択肢 A、B の中からどちらかを選んでいただけるとよろしいかと思います。で、もちろん正解は B ということでよろしいかと思います。皆さん、波線引っ張りましたが、皆さん、デセプティブとデセイブですね。騙すという話でつながっております。もちろん、他にもいろいろあるかと思いますが、例えばこういうところでよろしいかと思います。バッチリですね。で、皆さん、ヒントにした場所ですが、例えばこの辺りだったら B 動詞の右側ですよね。で、これであれば、前置詞の右側ということで、情報構造はバッチリです。サミさん、お疲れ様でございました。では、今日の教育学部は、下線部説明と空小獣問題扱いましたが、もちろん内容一問題も、また別の大問題ですね、ございます。そして、レベル的には、皆さんやっぱり標準、早稲田の中であれば、標準でございますので、もう、できて当然、みたいな感じで多分戦っていくかと思います。ですから、やはり試験本番中はですね、ほぼ満点、まあ、ほぼ、まあ、そうは9割ぐらいはですね、欲しいな、というところでございますので、ですから、普段心がけていただきたいのは、このあたりですよね。やはり政治経済学部とか社会科学部なんかの過去問で練習するといい感じで、力はつくじゃない、つくんじゃないかなという感じがしますので、これは簡単とは言えませんからね、やりごたえがあるんじゃないかなという感じがいたします。ですから、このあたりも皆さん参考にしながら頑張ってくださいね。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。